はい、今、道の駅の池田温泉に来てます。今、約8時10分ぐらいですけどスタートしたいと思います。はい、ここから真の激坂ゾーンに入ります。多分無理なんで行けるところまで行ってみたいと思います。止まれた。ここまででした。すげえ坂。いや、ここやばいっすわ。これ 25% ぐらいあるんじゃないですかね。全然無理した。これはきつい。押してやがってもきつい。なんちゅう坂や。はい、よいしょ。はい、やっと登り切りました。これはきついわ。ここは無理。国指定重要文化財です。おお、ここら辺彼岸花とお地蔵さんがいい感じですね。ここは見晴らしがいいですね。
こんにちは。名古屋駅前でさ、昔屋台だったよ。ラーメン屋。岩洲公園か、違う、上が公園みたいですね。岩洲公園に行ってみたいと思います。おネットがすごい張ってあるけど、鹿に食べられるのかな。すごい岩だな。お、虎が、虎の形になってるところに虎の模様を塗ったのかな。こっち側から上に行けそうですね。すごいな、こっち彼岸花がすげえ咲いてる。屏風岩、不動岩、岩洲公園頂上、右へ。右へ？こっちか。こっちに行くっていうことかな。こっちへ行くと、頂上方面に行けるのかな。はいはい。くぐり岩ってあるな。おお。すげえ。すげえな。くぐり岩だ。おお。すごい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 。ていうかこれくぐれるのかな。これ？どこがくぐれるような。この辺がくぐれるのかな。これ狭いぞ。これくぐれる？え？これくぐれる？子供じゃないと無理じゃない。これ子供じゃないと無理だな。はい、屏風岩がありました。これが屏風岩です。おお、この辺かな。さあ、さらに上を目指します。よいしょ。あ、こっちが道ですね。とりあえず上の方行ってみますか。おお、すごい。町が岩の間から見える。うわ、綺麗。これはすごい。変わった公園やね。ここが一番上かな。ここが一番上っぽいですね。なるほど。すごいね。もっと上あるかな。こっちね。この岩の上は登れないかな。この辺から行けそうな気もしないでもないけど。どうなってるんでしょうか。よいしょ。ああ、ちょっといける気がしないですね。今日は山の上では雲海が見えそうですね。すごい、めちゃめちゃ雲張ってる。にこれ道かな。行けそうになってるね、こっち。ちょっと行ってみようかな。よいしょ。おお、行けるな。こっちはすごいね。おお、岩の裏側に来た。うわ、これまたすごいな。すごい。うわ、うっそうとしてるな。なんかこの辺すごいな。すごい面白いわ。よいしょ。うわ、ここもすごいな。なんか向こう行けるな。ごめん、木に引っかかった。
よいしょ。うわ、そびえ立ってる。うわ、すごい。おお、裏の道に出るのか。なるほど、ここで終わりっぽいですね。で、裏の道に出た。なかなか面白い場所でしたね。岩津公園でした。こんな感じです。眺望もいいし、岩は面白いし、彼岸花も綺麗だし、来る価値はあると思います。大垣市景観遺産妙正林寺の境内地とそこからの眺望。まあいいお寺ですね。なんかすごい趣がありますね。はい、国蔵さんを出ました。ちょっと雲行きが怪しいですね。すげえ坂だな、これ。下りもやばっしょ。うわ、すごい。見晴らしはいいけどね。見晴らしはいいけどやばいよ、これ。はい、安らぎの林着きました。でまた彼岸花の撮影をしたいと思います。おお、すごい。めっちゃ絨毯になってる。おお、すごいな。
デビュー撮影みたいなのしてる。はい、モロキ神社着きました。はい、モロキ神社です。彼岸花あんまり咲いてないですね。終わっちゃったのか、まだこれからなのか。つぼみっぽいですけどね、まだ咲いてないのかな。ちょっと咲いてるのあるけど、ほとんどがつぼみっぽいです、まだ。こんな感じですね。モロキ神社を出ます。スラギの林はちょっと終わりかけで、モロキ神社は全く咲いてないというちょっと外れ気味でしたけど、安らぎの林のあれですね、モデル撮影がめちゃくちゃ多くてやばかったです。完全不審者でした。来ました。はい、彼岸花ライド行ってきました。やっぱり妙正林寺の坂はきつかったですね。想像を超えてました。半分ぐらいはいけるかなと思ったけど、3分の1ぐらいでもう足ついてしまいましたね。かなりきついっす。またリベンジできたらしたいなと思います。彼岸花は岩須公園に咲いているのがとても綺麗でしたね。あれはなかなか良かったです。あと安らぎの林はちょっとモデル撮影の人がいっぱいいて、かなり場違いな感じでしたね。怪しいおっさんに
になっちゃった感じでした。非常に残念です。ヒガマナは結構群生は蜜が濃くて良かったですね。あと最後に行った諸木神社ですけど、全く咲いてませんでした。ここはちょっと外れでしたね。でも株自体はいっぱいあったんで、全部咲いてたらかなり綺麗なんじゃないかと思います。そんな感じで今日、池田町の、彼岸花ライドでした。ではさよなら。